はい、どうも皆さんこんにちは。今日はですね、新日本プロレスの、契約更新のことについてのお話をねしていこうと思うんですけど、まあこのそろそろね、12月が終わる時期になってきたわけなんですけど、この時期になると結構新日本プロレスってその激動の時期といいますか、選手の、契約更新時期というのがちょうどこのタイミングで、行われることが多いんですよね。その選手と会社がお互いに話し合って、来年以降もじゃあ新日本プロレスの選手としてリングに上がってくれますかということの確認作業をして、お互いに合意をしてサインを行うというね、確認作業をしていくわけなんですけど、まあ中にはね、やはり来年からはちょっと新日本プロレスとはもう上がれませんと、だから契約を今年でおしまいにしてくださいというふうなことで契約を終了してしまう選手というのもやっぱりいるんですよ。まあ、過去の一部のね、レスラーの名前を挙げると、例えば AJ スタイルズ選手とか、あとカール・アンダーソン選手、それからプリンス・デイビッド選手、あとまあ日本人選手でいうと串田選手とか、あと中村慎介選手なんかも、やはりこの時期に契約更新をせずに、まあね、新日本プロレスを去っていったレスラーっていうのは数多くいるわけなんですよ。なので今回はですね、この2021年までは新日本プロレスのレスラーとして、頑張ってくれていたんですけど、来年の2022年以降、もしかしたら新日本プロレスと契約を更新せずに、まあ、今年でねお別れしてしまうんじゃないかというレスラー候補の名前を何人かね挙げていこうと思います。ぜひね最後までご覧ください。では早速ね本題入っていきましょう。はい、で早速本題なんですけど、まあこの時期になるとやはり契約更新というのがね始まってくるわけなんですけど、まずは最初に言うと、日本人選手と、まあ、外国人選手にね大きく分かれてくると思うんですけど、日本人選手に関しては、まあ、おそらく、大丈夫そうかなと思いますね。まあ、そもそも日本人選手っていうのはやはり日本をね基本的には中心に活動される方が多いので、まあ、正直その新日本プロレスに所属しているなら、新日本プロレスを辞めて国内の他団体に上がるっていう可能性は非常に低いのかなと思うんですよ。まあ、過去にはね、吉立選手なんかは新日本プロレスから、全日本プロレスに移籍したりはしていたんですけど、まあ、基本的にはやはり新日本プロレスに上がっている日本人ですだっていうのは、新日本プロレスに、まあ、ずっと残るパターンが多いのかなっていうふうに思いますね。まあ、中にはこの中村慎介選手とか、あと串田選手みたいに、もう自らが大いなる野望を持って、もう自分の力を日本だけではなくて、海外世界中に広めたいんだよって思っているレスラーなんかはね、確かに新日本プロレスを辞めてその WWE とかにね行ったりもするんですけど、ただやっぱり今の時期的にもまだコロナというものが完全に収まってなくて、こうなかなかね、日本から海外に行くのも、まあ、海外から日本に行くのも制限がある状態なので、まあ、この時期にね日本人の選手が新日本プロレスを辞めて、まあ、海外に上がったりってすることはないのかなというふうに思います。なので来年に関して言えば、まあ、日本人選手に関してはおそらくほぼほぼ全員がね、契約を更新するのかなと思うんですよ。でやはり問題になってくるのがこれ外国人選手なんですけど、まあ、僕がね思う来年以降ちょっと契約をね更新しない可能性が高い外国人選手というのが、3人ねいらっしゃるんですよ。でこの3人をご紹介する前に、まずやはり一番皆さんが気になるのがJ. ホワイト選手とウィル・オスプレイ選手かなと思うんですよね。まあ、今現在の新日本プロレスのトップ外国人2人といえば、この2人かなと思うんですけど、まあ、この2人に関して言うと、僕は来年以降も契約は続けると思います。でまず、J. ホワイト選手に関してなんですけど、まあ、J. 選手っていうのはこの一説によると、新日本プロレスと7年の長期契約を結んだっていう話があったんですよ。でこれはJ. 選手本人が否定はしているんですけど、本当に否定しているのか、そのなんか冗談で否定しているのかっていうのはちょっと曖昧なんですよね。ただ J. 選手は、おそらく新日本プロレスとは長期契約を結んでいると思うんですよ。その証拠として、J. ホワイト選手っていうのはこの来年の 1.15 に行われる、新日本プロレスの海外大会に参戦することがもう、正式に決定しているんですよね。なので、来年に関しては、まあ、J. ホワイト選手というのは新日本プロレスの選手として契約を続けていくのかなと思うんですよ。ただ、まあ、J. 選手に関して言うとちょっと前の動画でも話したんですけど、国内というよりかは、今後は海外の活動を中心に、なっていくのかなと思うんですよね。それはプライベートの問題とかもありますし、あとちょっとまあね、その新日本プロレスの対応の不満も持っていたっていう話もあったので、まあ、それらの理由が重なって、J 選手というのは契約は続けるけど、まあ、今後は国外を中心に、活動していくのかなと思います。はい、で次が、ウィル・オスプレイ選手なんですけど、このオスプレイ選手に関しても、来年以降もほぼほぼ契約するってことはもう確定かなと思いますね。
でこれはどうしてかっていうと、これもオスプレイ選手本人が、新日本プロレスとは5年の長期契約を結んだっていう発言をされているんですよ。で、あのオスプレイ選手が言うには、俺は30歳を過ぎてもねプロレスをすることはもう決まっていると、なぜならば新日本プロレスと長期契約を結んだからねっていうことを話していたんですよ。で、オスプレイ選手って現在今28歳なんですよね。なので、少なくともあと2年間っていうのはオスプレイ選手はもう新日本プロレスのレスラーとして、プロレスを続けるっていうことなのかなと思うんですよ。なので、まあ、仮にね、例えば 1.5 でオスプレイ選手が負けて、オスプレイ選手もしかして新日本辞めちゃうんじゃないかっていう風に不安に思われる方も多いと思うんですけど、オスプレイ選手に関してはまあ大丈夫かなと思いますね。はい、まあ、もちろんね、あの 1.5 勝ってほしいんですけど、もし仮に負けたとしても、まあ、オスプレイ選手が急に新日本辞めるってことはないのかなと思いますね。まあ、あとオスプレイ選手がじゃあ今後、ジェイ・ホワイト選手みたいに海外中心で活動していくのか、まあ、あるいはねこのジェフ・コブ選手みたいにまた時々ね、国内に上がって活動してくれるのかっていうのはちょっとわからないんですけど、まあ、個人的にはねぜひね国内でもね、オスプレイ選手は見たいなっていうふうに思ってます。はい、というふうに、まあ、新日本プロレス このトップ外国人2人に関しては、まあ、来年以降も契約大丈夫かなと思うんですけど、はい、でここからがちょっと来年以降新日本プロレスの契約が、まあ、危ういレスナー3人というのをね挙げていこうと思うんですけど、これまず1人目がですね、ジュース・ロビンソン選手、はい、で2人目が、デビッド・フィンデー選手、それで3人目が、マイキー・ニコルス選手、はい、この3人に関してはちょっと契約更新危うくないですかっていう噂があるんですよ。はい、でまず最初の1人目の、ジュース・ロビンソン選手から話そうと思うんですけど、僕は正直このジュース選手が一番あの契約更新しない可能性が高いのかなと思うんですよ。でこのジュース選手っていうのは、そもそもですねもう自身の発言で、俺はもう2022年の1月で、新日本プロレスの契約期間が、終了するってことを認めているんですよ。これはその、契約更新をしなければ終了するという意味なので、ジュース選手と新日本が契約更新に合意したら、もちろんジュース選手っていうのはそのままね新日本プロレスのレスラーとして働くことができるんですけど、ただジュース選手っていうのはまあ2月からは、フリーエージェントになるよっていうことを言ってるんですよね。でさらに言うと、今現在俺は多数の複数団体から、まあ、オファーをもらっているっていうことも認めているんですよ。でさらに言うと、まあ、俺はもしかしたら来年は、翼をね、広げて羽ばたく時期なのかもしれないなっていうことを、ジュース選手は言っているんですよ。まあ、やっぱこれらの発言を聞くに、まあ、ジュース選手が非常にこうなんですかね、新日本プロレスをまあ辞めてなんかフリーエージェントになって、自由の身で他の団体に上がるんじゃないかっていうふうに考えるのが結構自然かなと思うんですよね。はい、でこのジュース・ロビンソン選手とあとデビッド・フィンデー選手、それからジェイ・ホワイト選手3人っていうのはそのコロナ禍における、新日本プロレスの、対応とか、まあ、待遇面に関して、まあ、ちょっとね不満を持っていたレスラーっていうふうに言われているんですよ。でこれは あくまでそのコロナ禍における時の話だったので、今現在どう思っているのかっていうのはちょっとわからないんですけど、ただ少なくとも当時は、まあ、新日本プロレスに対して、何かしらの不満を持ちながらもこうアメリカでね、活動されていたのかなと思うんですよ。っていう噂があるのにも加えて、なんかジュース選手は来年で契約が終了すると、はい、でしかもなんか他団体がたくさん契約オファーをもらっていると、でしかもなんかジュース選手もなんかフリーエージェントになりたそうだなっていうことで、ジュース・ロビンソン選手もしかしたら来年はもう新日本プロレスと契約を更新しないのではないかっていう話が結構ね、これ濃厚なんですよ。で僕自身も正直、ジュース選手に関してはちょっと契約を更新しないのかなっていうふうには、思ってます。あるいは、契約を更新するにしても新日本プロレスに上がるのはストロング限定にして、ストロングに上がりながら他の海外団体にも自由に上がるっていうスタイルに切り替える可能性は十分あるかなと思いますね。うん、あとはまあこのジュース選手と新日本プロレス側がお互いの条件が合うかどうかっていう話になってくると思うんですよね。まあ、なのでジュース選手に関してはちょっとね来年以降どうなるのかっていうのは気になる部分ではあります。はい、で2人目の、デビッド・フィンデー選手、まあ、フィンデー選手もね今ジュース選手とフィンジュースっていうタッグチーム組んでいるので、まあ、理由はほぼほぼジュース選手と一緒なんですけど、あとフィンデー選手に関して言うと、このコロナがね、始まったばっかの時にその一時期、フィンデー選手が自分の父親に、親父ちょっと俺本当にこのまま日本でプロレス続けていいのかなっていう風にやっぱすごいこう不安に思ってこう相談をしたらしいんですよ。でそのお父様はやっぱ日本はやめてこう海外の方で、中心に活動した方がいいんじゃないかっていうアドバイスをしたっていう話もあるんですよ。
ただ、フィンデー選手に関して言うと、そのジュース選手ほどなんかそのフリーエージェントに関心を示しているような、発言というのはしていないので、していないのに加えて、あと最近フィンデー選手の弟さんがこれストロングでデビューしたんですけど、まあ、それらのつながりを見ると、まあ、フィンデー選手っていうのは来年以降もね、新日本プレスのレスラーとして続けていく可能性もあるかなと思いますね。それこそ、ジュース・ロビンソン選手のタッグチームを解消して、またシングルプレイヤーとしてね、羽ばたく可能性っていうのも十分あるかなと思いますね。はい、でこの3人目の、マイキー・ニコルス選手なんですけど、正直言うとそもそもマイキー・ニコルス選手のことを、忘れている方も結構多いのかなと思うんですよ。でこのマイキー選手って今ケイオスの正式メンバーなんですけど、まあ全く日本で見ないじゃないですか。もうマイキー・ニコルス選手って言って、あれそんな選手言いましたっけっていう風に思う方も結構多いと思うんですよ、正直言うと。うん、でこのマイキー選手に関してはもうそもそもまず、日本に全く来ていないと、このコロナが起きてからというもので、今そもそも何をしているんだっていうことなんですけど、このマイキー選手最近で言うと、その EPW っていうこのオーストラリアの、プロレス団体があるんですけど、まあ、そちらのプロレス団体の、ベルトを、獲得していたりはするんですよ。で同じ、ケイオスの仲間でもある、まあ、ロビー・イーグルス選手とこうツイッターで、交流をしていたりもするので、その全く、ケイオスともつながりがないっていうわけではないんですけど、ただまあ全くこう情報が入ってこないと。でしかもなんか新日本プロレスの、ケイオス所属ではあるけど、もうめちゃめちゃ正直言って存在感薄いんですよね。でマイキー選手自身は、俺はまだねケイオスの一員だよっていう発言もされていたりするんですけど、じゃあ来年以降一体マイキー選手はどうなるのかというのは正直かなり謎の部分ではありますね。それこそ、それ以降なんかマイキー選手がこっそりケイオスのねメンバー表から消えてなんか自然消滅しても、おそらくほとんどの方がね気づかないのかなと思うんですよね。まあ、これ結構残酷な話かもしれないんですけど、実際やっぱり今現状のこのマイキー選手の存在感というのはかなり薄いので、これもし来年以降マイキー選手が新日本プロレスと契約を続行するのであれば、そろそろやはり何かしらの、ね、存在感、もう国内が厳しいのであればストロングでもいいので、何かしらのやはり存在感をそろそろ出していかないと、ちょっとマイキー選手やばいんじゃないのかなっていうふうには、個人的には思ってますね。ただマイキー選手ってその TMDK っていうねこうタッグチームを組んでいたことがあって、非常にこうプロレス上手い方ですし、もちろん実力はあるんですよ。なので、まあ、個人的にはねぜひ契約更新してほしいなとは思うんですけど、ただ今現状を見るとちょっとマイキー選手このまま、自然消滅してもおかしくないなっていうふうには、思っております。はい、というふうに、この来年以降の契約更新が怪しい3人、このジュース・ロビンソン選手と、デビッド・フィンデー選手とマイキー・ニコルス選手の3人が、結構怪しいのかなっていうふうには、思っております。はい、というわけで今回のお話は以上になります。僕の動画ではこんな感じで、新日本プロレスに関するね、考察、速報、情報なんかの動画をね、どんどん発信していきますので、ぜひね、チャンネル登録と高評価のほどよろしくお願いいたします。あと僕に話してほしいリクエストとかありましたら、YouTube のコメント欄あるいは Twitter の DM にね、送っていただけると、もしかしたら動画にするかもしれませんので、リクエストも募集しております。あとノートの方で、プロレス系 YouTube の始め方というね、ノートを書きました。こちら有料にはなるんですけど、これからね、プロレス系 YouTube 始めたい方向けに非常に有益な情報を詰め込みましたので、ぜひ一応チェックしてみてください。ちなみにちょっとね、割引しました。はい、で、最後になるんですけど、メンバーシップ限定動画も始めました。こちらは普段は言えないような、まあ、ぶっちゃけ話とかね、裏話とかも話していますので、こちらもぜひ一応チェックしてみてください。はい、ではまた次回の動画で会いましょう。以上。